7月19日、シャコタン沖。おしこ漏れそう。おしこ。初夏の始まり、シャコタン沖のブリジギングゲーム。金属の塊を自在に竿で操り、魚たちとの勝負に挑む。ひとたび青物と手合わせすれば、その痛烈なファイトに誰もがやみつきになる。中でもブリは豪快な当たりにパワフルな引きとスピード感あふれる走りが魅力のターゲットだ。早朝午前5時、港に到着。マジシです。余市河口漁港より朝日が昇る海を突き進む一艘の船。ブリのメッカともいえるシャコタンの無線島沖を目指す。狙い通りブリを手にすることはできるのだろうか。水深は60メートル前後、潮の流れもあることから250グラムのジグをチョイスした。しばらく探ってみるものの、魚からの反応はなく、何度かポイントを移動することに。するとここで本日初の魚、島ぞいがヒット。よいしょー。ゾイちゃんでした。298円。値段ついちゃった。その後も当たりがなければジグを落としを繰り返し、ついに大きな当たりを捉えた。待望のヒットだ。かなりの引きを見せているが、魚の正体は果たして。無理だ。負けども負けども糸が引き出されていく。島沿いとは比べ物にならないほど強烈なファイトだ。強い。黄色から変わってないでしょ。
キャッチしたのは本命のブリ。釣れがかりではあるが、粘りの釣りが最後の最後に幸運を呼び込んだのである。釣れがかりでした。やったね。厳しい対決をものともせず手にしたブリ。手ごわしとも充実したシャコタンであった。考え、試し、挑んで仕留める。そこにジギングゲームの奥深さがある。それがブリ長考だ。